今日はラズベリーパイをオーバークロックしたいと思います。まずオーバークロックのやり方を解説した後に、オーバークロック後のパフォーマンスの変化だったり、 CPU の温度上昇の変化だったり、そういったことをレポートしていきたいと思います。それでは早速オーバークロックしていきたいと思います。このコマンドをコマンドラインに入力します。この sudo の後の vim というのはテキストエディターのことです。もしこの vim をインストールしていないなら、こちらのコマンドを入力して vim をインストールしてください。ちなみにテキストエディターは何でも OK です。ラズベリーパイに最初からインストールされている nano を使っても大丈夫です。 vim を使って先ほどのファイルを開きます。ファイルの一番下に移動します。ラズベリーパイの標準の CPU のクロック周波数は 1.5GHz です。まずはじめに 1.6GHz にオーバークロックしてみたいと思います。オーバークロックするためにこちらのコマンドを入力します。 ARM フリークに設定する ARM の周波数を入力します。今回1600となっていますので、設定する周波数は 1600MHz になります。オーバーボルテージなんですけども、とりあえず 0V に設定します。オーバーボルテージの意味なんですけども、 CPU と GPU のコア電圧のことです。こちらが計算式です。デフォルトが 1.2V、 オーバーボルテージが0の場合です。クロック周波数を高くしたい場合はオーバーボルテージの設定を上げるといいです。ちなみにオーバークロックの設定なんですけども、ラズベリーパイの公式ページから確認できます。概要欄にリンクを貼っておきます。設定でつまずいたところが一つあります。イコールのところにスペースを入れるとうまく設定できません。ここだけ注意してください。ファイルを編集したら保存して再起動します。こちらのコマンドを打ち込んで CPU のクロック周波数を確認します。負荷がかかっていない状態だと自動的にアンダークロックされてしまいます。なので CPU に負荷をかけます。 CPU に負荷をかけるために OpenSSL コマンドを使います。このコマンドを使うことによって CPU 使用率を 100% にします。はい、こんな感じで設定値の 1.6GHz になっていることを確認できます。オーバークロックできましたので、ここでですね、さらにクロック周波数を上げていきたいと思います。とりあえず 2GHz に設定します。 2GHz ですので、デフォルトの周波数 1.5GHz から 500MHz アップしています。 2GHz に設定したんですけども、ラズベリーパイが起動しなくなりました。画面左上にカーソルが表示されているんですけども、ここから先には進まなくなってしまいました。こうなってしまった場合は、ラズベリーパイの SD カードに設定した先ほどの内容をもう一度設定し直す必要があります。 SD カードを普段使っているパソコンに挿します。こちらのブートの中に config.txt がありますので、そちらを開きます。クロック周波数の設定を元に戻します。変更を保存したら SD カードを抜き取り、そして再びラズベリーパイに差し込みます。今回クロック周波数の目標は 2GHz に設定しました。なのでその目標を到達するまでひたすら試行錯誤します。試行錯誤の結果、オーバークロックの設定はこちらに落ち着きました。 ARM フリークが2000で、オーバーボルテージが3です。 CPU、GPU のコア電圧を上げるためにオーバーボルテージの設定を上げすぎると、ラズベリーパイ自体が壊れる可能性がありますので、こんくらいにしときます。オーバークロックによる性能向上を確認するため、今回は Linux の SysBench を走らせました。こちらが実験結果です。縦軸が実行時間です。こちらの実行時間が短いほど CPU の性能が良いということになります。横軸なんですけども、こちらは SysBench をシングルスレッドで走らせた場合とマルチスレッドで走らせた場合です。で、オーバークロックしたらどのくらい速くなったかなんですけども、500MHz 分だけ速くなったという感じですね。例えばシングルスレッドで CPU 周波数が 1.5GHz の場合、実行時間は 34.5 秒、 2.0GHz の場合は 25.8 秒になりました。シングルスレッドからマルチスレッドにした場合は実行時間はちょうど4分の1になります。 CPU クロックを上げた状態でブラウジングしてみました。そうですね、動きがですね、若干軽快になったかなくらいですね。そこまで大幅な改善というのはなかったです。次に OpenSSL コマンドを使って CPU に常に 100% の負荷を与えた場合の温度を測定します。測定状態はこちらになります。ヒートシンクとヒートシンクの冷却ファンをつけた状態です。こちらが実験結果です。
室温は25度一定の状態で測定しました。 CPU 温度の測定の詳細については前回アップロードした動画を確認してください。こちらは CPU の最高温度です。 1.5GHz の場合は54度、 2GHz の場合は68度になりました。68度なんでかなり CPU の温度は高いと思います。ラズベリーパイの CPU のスロットリングが80度から始まりますので、残り12度という感じでしょうか。ここで考慮しておいてほしいのが、 CPU のコア電圧がさらに高くなっているということです。 2.0GHz の場合はオーバーボルテージが3で設定しましたので、その分消費電力も高くなって、そして CPU の温度も高くなります。一応なんですけど、消費電力の測定もしました。こちらは OpenSSL コマンド実行時の消費電力です。1.5GHz の場合は 5.6W、 2GHz にオーバークロックした場合は 8.4W になっています。こちらの測定結果からも CPU での消費電力が高くなって、そして CPU の温度が高くなったっていうのがわかると思います。それにしてもですね、 CPU の温度68度というのはいくらなんでも高すぎると思いましたので、 CPU クーラーを買いました。購入したのはこちらの CPU クーラーです。 Amazon で2648円、高いですね。正直言うと、普通にラズベリーパイを使っているのなら、ここまで大きい CPU クーラーは必要ないです。こちらの CPU クーラー、ラズベリーパイ 4B とラズベリーパイ 3B プラス B に対応しているようです。 CPU クーラーには冷却ファンがもともとついています。こちらは CPU クーラーの裏面です。 CPU のヒートスプレッダーの接触面にこのような銅のヒートパイプがあります。ヒートパイプの表面は結構デコボコしているので、加工精度は良くないんだろうなと思いました。もともとついていたヒートシンクを取り外します。汚れをアセトンで綺麗にしてから CPU グリスを塗ります。 CPU クーラーを取り付けようと思ったら、既存のヒートシンクに接触してしまいました。なのでヒートシンクは全て取り外す必要があります。こちらが今回使用した放熱用のグリスです。放熱用シリコーンですね。付属の熱伝導シートもあったんですけども、あまり熱を伝えなさそうな感じだったので、今回は CPU グリスを使いました。電源を入れると LED が光ってファンも回り始めます。結構かっこいいです。こちらが CPU クーラーの違いによる温度の変化です。縦軸は CPU 温度、横軸は負荷をかけ始めた時からの時間です。負荷の与え方は OpenSSL コマンドを使って常に CPU 使用率を 100% にしました。大型の CPU クーラーを使うと CPU の温度はかなり下がります。43度まで下がりました。ヒートシンクと冷却ファンを使った場合の温度が68度、大型 CPU クーラーを使った場合の温度が43度、25度も温度が下がっています。25度も温度が下がったのははっきり言って想像以上でした。ここまでラズベリーパイをオーバークロックしてきましたけども、実際にラズベリーパイを使う人はですね、アンダークロックしたい人の方が多いんじゃないでしょうか。極限まで消費電力を下げた状態で IoT 機器として使いたいとか、そういった場合が結構多いんじゃないかと思います。なので次はアンダークロックを試してみたいと思います。こちらが実際のアンダークロックの設定です。 ARM の周波数は 0.3GHz、 コアボルテージは 1.025V にしました。コア電圧はこれ以上下げると起動しなくなってしまいます。まず消費電力の結果からです。 CPU クロック周波数が 0.3GHz の場合、消費電力は 3.4W まで減少しました。デフォルトの 1.5GHz の場合、消費電力は 5.6W です。なのでデフォルトの 60% 近くまで消費電力を低減できています。 CPU のクロック周波数を5分の1にしましたけども、消費電力が5分の1にならない理由なんですけども、これはですね、 GPU やその他ペリフェラルで使っている消費電力があるためです。なので思ったほど消費電力は下がりません。こちらはシスベンチのベンチマーク結果です。まあ CPU 周波数を落としたので、それなりにベンチマークの結果も落ちています。これはもう予想の範囲内だと思います。そして最後に CPU の温度測定です。測定時の条件はヒートシンクと冷却ファンです。クロック周波数を下げると CPU の温度もかなり下げることができます。これは CPU での消費電力が少なくなったからですね。マックスでも35度なのでかなり低いです。ということで結論です。今回ですね、ラズベリーパイをオーバークロックしてみたんですけども、まあオーバークロックなんてしない方がいいと思います。
オーバークロックをしてですね、恩恵を受けられるっていう人はあまりいないと思うんですね。ラズベリーパイの処理速度が上がって何か嬉しくなるような状況っていうのはあまりないと思います。逆にラズベリーパイをアンダークロックして消費電力をできるだけ下げた状態で何か IoT 機器のような使い方をするのがいいんじゃないかと思いました。ちなみに今回買った CPU クーラーなんですけども、見た目もかっこいいしよく冷えるので、このまま使い続けていきたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。